はい、大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。今日は基本法規の马步功夫を強化します。中国古武術中の基礎的な動き、基本語、基本功と言います。基本功について練武不練功、道老一场空という言葉はあります。意味は技だけ学び、全身の筋肉の実際の重力と持久力のトレーニングしないと、結果は内からの強さない、そして技は身につけません、結局空棒になりますという意味です、なので、 いかに地味なこう、基礎的なこう動き練習するの、すごい大事ですね。で、今まで、馬步功夫結構前の動画よく出てきました。今日は地味な鍛錬で身につく練習しましょう。よろしくお願いします。では行きます。まず馬步功夫の形一回確認しますね。はい、まず馬步、ね、馬步この形ですね。で、一応つま先必ず正面近く向いて、膝は、はい、つま先の方向に開くように、中に入らないようにしてください。中に入ったらダメですよ、あかんで、しないでください。で、必ず、ね、開いて、そして標準的な高さは水平ですけれども、そしてみんなは足の状況によって高くでいいです。ちょっとずつ太ももとか腰にその力ついたら、ちょっとずつ下がったらいいと思いますので、はい、この形で、それで横見たら分かります。腰はね、まっすぐ前傾したらあかんで、はい、正しいのはまっすぐ。これは馬步。馬步の名前のこう、由来は馬の座の姿勢と似てますので、だから馬の座の坊主、足の方形の名前になりました。ね、馬書いて、それで形書いて、じゃあ馬步になってますので、そして馬步のこの形はよくみんな、例えばジャッキーチンとかの映画見たこともありますよね。こう太ももの上にお椀置いて水入れて、頭の上にもお椀置いて水中に入れて、こうこぼさないように結構長い時間練習してましたね。たまに家で試してください。まだ機会あったら一緒にこれを試しながら一緒にやったらいいと思いますので、とりあえず馬步この感じですね。続いて弓步。弓步は、ね、前の足90度、膝はつま先越えないように気をつけてください。そして後ろの、ね、後ろのかかとは必ずくっついてください。そして足のつま、後ろの足のつま先、こう斜め前に大体でいいですけども、45度に向かってますので、必ずこういう形にならないように、つま先横にならないように、横になったら股関節押さえれないし、しかもこう相手攻撃された時はバランス取れないので、はい、なのでつま先斜め、そしてかかとしっかりよくくっついてくださいね。くっつかなかったらこれはもう攻撃されたらパッて倒れてしまうので、そして弓步のこの形は弓と言ったらね、弓、これ日本の弓と言います。その形、開いたの形に似てますので弓と言います。だから弓步
という名前の由来になりました。で今日は麻婆功夫やっていきたいと思います。そしたら前やったことありますけれども、今日はどうなん、今日はすごい地味で、こう一回止まったら8数えますので、8までみんなしっかり同じ高さね、キープしていただいて、そしてマーボーに変えます。まあ、あ、マーボー、マーボーはってゴングに変えます。ゴング8回数えますので、次もう一回マーボーに戻ってまた8回数えます。終わったら戻ります。反対いきます。8から8数える、こう8数える、8数える、はい戻して、という練習していきます。まず一回試しでいきますね。みんな用意しました？ちゃんと見るだけじゃないやで、一緒に動いてください。はい、それではいきますよ。まず立ち姿勢、立ち姿勢も基礎中の基礎や、基本中の基本ね。立ってる時これももう十分あかんで、カンフと言ってたらもう立ち姿勢からね、目線の力もあるようにお願いします。はい、じゃあ構え、はい、じゃあ次みんな右の足ですね、出してください。はい、マーボー8回数えますので我慢してください。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、コンボ8回数えます。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、もう一回マボ、まっすぐ頑張りしてください。1、2、3、4、5、6、7、8。はい、素早く戻ります。反対いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8。はい、もう一回マボ1、2、3、頑張って4、5、6、7、8。はい、素早く戻ります。はい、直します。もう焦ってたね、結構、ちゃんとやってたら今は足そして呼吸上がりたいくらい。そうなんです、こう一つ動き足に、重力をこうちゃんと入れたら、いろいろこの血の循環パン、特に立てた時ね、下からふくらはぎの血を上に送り出すの力も強くなりますので、終わった後顔も赤くなるかもしれない、それ血の循環とか良くなっていきますのでいいことです。はい、それではこの感じでさっき一回試してみたんですけど、今日はこの1セットじゃなくて3セット一緒にやりますので、ついてきてください。足腰ちょっと痛い方は高くていいです。また慣れてない方は高くていいです。絶対ポイントを正しくするのはすごい大事なので、ね、低さは目的じゃなく正しくやって、それでちょっとずつ低くして、さらに筋肉を期待していくという目的です。はい、それでは気をつけ3セットいきますよ。真ん中やめたらあかんで。はい、じゃあ気をつけ。構え、右の足先マーブ出します。1、2、3、4、5、6、7、8。コンボ1、2、3、4、
5、6、7、8、はい、前に戻ります。まぶ1、2、3、4、5、6、7、8、戻ります。はい、反対いきます。あ、1、2、3、4、5、6、7、8、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、素早く一セット終わりました。やめたらあかんで、ついていくよ。はい、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、じゃあ次反対、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8、マボ頑張って1、2、3、4、5、6、7、8、素早くじゃあよー。はい、最後いくみやで。はい、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8、マボ1、2、3、4、5、6、7、8、せーの、パッ。はい、反対いきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、コンボ1、2、3、4、5、6、7、8、はい、マンボ1、2、3、4、5、6、7、8、せーの、パッ。よく頑張りました。真ん中止めてないですよね。見て、めっちゃ汗、すごい汗出てます。みんなはこれは本当に、特にやめた時、もしみんな今座ったらあかんで、ちょっとゆっくり歩いて、ちょっとずつ血の循環こう穏やかになるように、今呼吸ね、もう走ってないのに上がりますよね。で、汗じわーっと出てきますので、本当に期待になりますので、この基礎の動き地味にやっていきましょう。3組しかないんですけれども、数えるとき、自分練習するとき、まあ、この映像に毎日見て、同じこう号令と一緒にやってもいいし、自分数えてでもいい。でもたまに1、2、3、4、5、6、7、8、空上がんで、ちゃんとね、リズムをゆっくり数えていきましょう。できるだけこの映像にもう一回一緒に毎日やった方が多分大丈夫でしょう。はい、本当によく頑張りました。やってたかな。はい、じゃあ今日の練習ここまで終わります。めっちゃ焦ってました。ありがとうございますね。はい、じゃあまた明日、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。